新絵本塾へようこそ。よくいらっしゃいました。今日はテンプル騎士団が作ったの作ったアメリカですよね。タイトルよく考えていただくと、テンプル騎士団が作ったアメリカ、意味ね。彼らは今の我々の知ってるアメリカという国を作った意味について話をしますね。もちろん大陸を作ったという意味では当然ない。でも現代のアメリカという国のルーツ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 をたどっていくと、一番もちろんフランス人も関わって、いろんな人が関わったわけですが、その元を築いたのはほぼ間違いなくテンプル騎士団という人間ですね。じゃあ今日はテンプル騎士団って誰だったのか、どういうふうにアメリカを作ったのかという、普段もう絶対これは歴史書には書いてない、だから反論としてね、じゃあ歴史書に書いてないからこれは伝説でしょ、これはね、信憑性が少ないはずでしょ。だって歴史家っていう者たちは徹底的に調べるんですよ、流れは、ね、だから軽い気持ちで学者たちはやってませんよ。真剣に取り組んでちゃんと歴史をたどっていくんですよ、ね、決して彼らのことをバカにしてません。しかしどうも書き方に問題があるのか、その記録の仕方に問題があるのか、いろいろ考えられるんですね。隠蔽されたかどうかとか、いろんなそういった可能性があると思うんで、私は、調査するときに いろんな情報のソースから情報を収集してね、そして、照らし合わせて、本当にこの情報とこの情報に信憑性があるのか。で、信憑性って言ったら、じゃあ例えば地質学的な信憑性があるのか、物が残ってるのかどうか、人の話がそこにあるかどうかとかね。で、人の話って言ったら全ては記録しませんよ。例えば北アメリカのインディアンは何にも書いて残さないんですよ。でも彼らは代々にお互いに伝えていくんですよね。それは英語で言うとオーラルヒストリーなんですよね。言葉による伝承の歴史なんですよね。で、確かに北アメリカのインディアの中で、その海の向こうからすごい白人は来たんだった。今日の話の中に登場するヘンリー・シンクレア来たんだって。で、彼はものすごくインディアンに尊敬されていて、2年ぐらいいてたんですよ。そして西洋人の知識の中で、例えば魚釣りのいろんな仕方があるんで、ネットを使って、ね、魚を大勢一遍に、ね、確保できるシステムは彼らはなかったんですよね。これだったんですよね。ライン一本で1匹ずつというフィッシングしかできなくて、で、もういっぺんにそれは一度に5、60匹、その白人は教えると絶対彼らは忘れないでしょ。貴重な生活上の知識なんですよね。だからもう神様扱いなんですよ。この人はすごい、なんでこんなこと分かったって、という話があるだけではなく、そのインディアンたちのね、旗を見ればですよ、ほぼ 100% ヘンリー・シンクレアの旗と同じものですね。で、これは偶然だと言い始めてもキリがないんですよね。数千キロメートル離れてるインディアンは、白人は来た、すごいことを教えてくれた、ね、そして彼を尊敬するから、その部族のミックマックインディアンといって、彼らの旗はほぼ彼の14世紀の旗とぴったり合ってるという情報だけではならないね。でもそういうものもあって、ね、実際に、残った大地に残った石もあって、このストーリーにいろんな部分からね、
書き集めるんですよ。しかし学者の世界ではですね、やっぱり今までの話とかなり違う話が出ると、やはり自分の評判もかかってるし、ね、大変なバトルになるので、この話は一応 Wikipedia で見たら、今日の主人公プリンス・ヘンリー・シンクレアは、まあ伝説上の彼のアメリカへ行った話があるけどさ、いうやり方で、どうぞいうやり方で、そのやり方で、いわゆる批判的になるんですよ、学者。ね、ですから、相当根拠よくこういう話を、だから今日の話をするために本3冊まずもう一回読み直したんですよ。でそうすることによって、ストーリーが大体分かったんですが、今日の話の、最初に実はこの話は私と深い関係があるということ、うん、そうでなければ私は絵版塾やらないんですよ。私と深い関係がなければ言う必要も興味もないんですよ。ものすごく自分のストーリーとこのストーリーは一致するところがある。例えば登場する国、アイスランド、スコットランド、カナダ、ね、アメリカ、ね、全部関係してるのね。私は実はカナダの国籍持ってる。スコットランド生まれ、アイスランド何回も行ったりしてる。でこれは偶然ではありません。何かつながりを感じてるから行ってるんですよね。でテンプル騎士団は昔から憧れていて、テンプル騎士団といわゆる古代エジプトの関係性、ぜひ私の書いた本を後で言いましたようにキリストとテンプル騎士団をお読みになってもらいたいと思うんですが、今日の話はアメリカを作ったテンプル騎士団の話ですから、どうやってテンプル騎士団はアメリカを作ったのか、アメリカは実際にいつ発見されたかという話ですが、ご存じないと思うんですが、もちろんコロンバスは1492年コロンバスはアメリカを発見したということは全ての歴史書に書いてありますが、コロンバスというクリストファー・コロンバスの、経歴をよく調べると、彼はテンプル騎士団だったんですよ。当時のイタリアのかなり威厳のあるファミリーはもうみんな騎士団に入ってたんですよ、男性たち。もう決まり、いいファミリーのメンバーだったら、男だったら絶対騎士団のあるグループに、ね、入らないといけないんですよ、義務付けみたい。だからコロンブスの船の方に、そちらにあるマルティーズクロスというこういう十字架が赤くてでかくて出てまして、それがコロンブスの方に あるんですよ。だからもう宣伝だよ。見る目のある人たちは、僕はテンプル騎士団だよ。で実は僕はここにあるということは先輩たちからずっと聞いてるんだから、発見するんじゃなくて分かってきてるんだよということ、分かっていくんですよ、もちろん。でも彼がたどり着いた場所はカリブ海から来たということで、実は彼はインド、こういう不思議な伝説が、彼はインド行こうと思って間違ってアメリカを取って、そんなもんバカバカしいナンセンスなんですよ。インドぐらいのロケーション彼はよく分かった。当時の人間は賢くて、もうすでに地図がいっぱいあったんですよ。もう特にアメリカは発見された、特にその100年前、いやそのずっと前に、一番最初のアメリカにたどり着いた白人はバイキングです。でこれはもうほぼ間違いありません、ほぼ間違いない。だから実はあのバイキングの DNA を引いてるスウェーデン人とかノルウェー人は毎年アメリカでデモを行うんですよ。コロンバスデーがあって、ね、そのクリストファー・コロンバスを
まあ、評価する日があるんですよ、アメリカ毎年ね。そしてもうデモ隊でね、嘘ばっかり、アメリカを派遣したのはリーフ・エリクソンだよって言って、リーフ・エリクソン、今ホワイトボードに書いてあるね、リーフ・エリクソン、一番上ね、1000と書いてあるのね。1000年にリーフ・エリクソンはグリーンランドからアメリカ行った記録はもうきちっとありますから、ノルウェー人、スウェーデン人もみんなもう笑いこけるんですよ、コロンバスの話をすると。バイキングはもう特にいてました、9世紀、10世紀。いいですか？で、私はアイスランドの首都レイカビック行くとですね、その町の真中心にすごい大きい教会があって、その教会の真前に大きな銅像があって、すごい剣を持ってるバイキング、ね、リーフ・エリクソンなんですよ。で、そこに書いてある、リーフ・エリクソン、the first man to arrive in America in 1000、もうちゃんと、もう刻んでるわけですよ。アイスランド政府はこれを認可してるわけだから、嘘じゃないでしょう。1000年です。だから最初のアメリカに行った記録がある白人ですよ。白人はアイスランド生まれのエリック・ザ・レッドというもっと有名なバイキングの息子ね。エリック、彼のお父さんはエリック・ザ・レッド、赤いエリックはノルウェーからアイスランド移住したんで、子供はアイスランドで生まれ、それがリーフという長男で、リーフ・エリクソンは今度はグリーンランド、隣の国のグリーンランドでコミュニティを作ってクリスチャンになって、なんと1000年にキリスト教はアイスランド、グリーンランドで始まってるんですよ。だから実際にそのぐらいの歴史のある古い教会の遺跡があるんです。グリーンランドですよ。教会のコミュニティであったんですよ、1000年に。知らないでしょ。こういう歴史は絶対もう日本の学校では誰も言わないんですよ。だってアメリカの学校でさえ言わないし、イギリスの学校で絶対言わないから。ね。国の名誉にはもうこれは困るから。1000年、リーフ・エリクソン行きました。しかし、バイキングとテンプル騎士団の大きな違いは、後となってテンプル騎士団は行くんですよ。じゃあなぜ1000年からアメリカ上陸してコミュニティを作らなかったかという当然の疑問になりますね。なぜならば、バイキングは喧嘩が好きなんですよ。そしたら、地元のインディアンはめちゃくちゃタフなんですよ。負けてたまるかなんですよ。だから、バイキングとインディアンの争いはもう常にあったんですよ。話し合いしようぜとか、もう絶対ありえないんですよ、バイキングの精神はね。もうぶっ殺して征服するメンタリティが強いわけだから、交渉したり、お互いから学ぼうとしたりするセンスがないんです。だから彼らは、まあいい、もう野蛮人の国だから、もういらんっていうことで、開拓しないことになるんですよ。グリーンランド、アイスランド開拓する、ね、誰もいないから。まあエスキモはいるけど、もう数少ない。バイキングのたどり着いた場所はニューファウンドランドですね。今の地図を見れば、カナダの一部になってるんですよ。ニューファウンドランドって言って。だから地図を見れば分かるように、アイスランド、ノルウェー、ファロー諸島という大西洋の北部、アイスランド、グリーンランド、ニューファウンドランドですよ。だからそんなに遠くないんですよ。ね、いっぺんに渡っていくんじゃないんですよ。ね、わかりますよね。スカンディナビアからスコットランドの北部にも島々があって、そのファラオ諸島と、多分ご存じないと思うんですよ、島があって、そしてアイスランドがあって、グリーンランド。だから例えば5日間、6日間とか、1週間とか、5日間とか、全然無理のない話なんですよ。ナビゲーションさえできればですよ。ナビゲーションと情報があればですよ。まず情報ね、あるんだ。じゃあ、あるとすればどうやって行けるかという探求が始まるでしょ。で、バイキングはもう特にもうすごい知識があったんですよ、ナビゲーション。スターナビゲーション、星を使って、太陽を使って、コンパスがないんですよ、彼らは。でもすごい天才的なナビゲーターだったので、
行ったという歴史は結構ありますから、ぜひ後でリーフ・エリクソン、ウィキペディアでまず調べてみてください。で、多分そこに、うん、彼は1000年に、ね、ニューファウンドランに行きましたという記録があって、実は彼がどうやって行けたかというと、ね、全然その大陸があると知らない人たちが、ね、グリーンランドに行こうと思って、で、風の問題で、風が起こした問題で、その船のコースが全然ずれてしまって、ニューファウンドランドにたどり着いたのはアクシデンタルですよ。で、その時に自分たちの乗った船はもう完全に沈んでしまって、二人生存したらしくて、その二人のもうすでにたどり着いた人たちは、リーフ・エリクソンが発見するということなんですよ。だから本当は一番最初の白人はリーフ・エリクソンではなくて、前の、多分数年前に自分の船が沈んでしまった乗組員だったでしょうという話で、彼らの名前は誰も知らないという話の流れ、ここまでいいですか？じゃあ、ヴァイキングはテンプル騎士団ではない。ヴァイキングはヴァイキングなんですが、実はヴァイキングはこのストーリーの後となって関係性を持つようになるのは、ヴァイキングはどういう文字を使ってるかってご存知でしょうか？ルーンと言うんですよ。ルーン。で、今日本で結構ポピュラーになってるでしょ？ルーンストーンとかルーン。不思議な形を成してるルーン。実は日本の北部に位置してる北海道のあるフゴッペの洞窟の壁に私は見たんですよ。フゴッペの洞窟知ってます？北海道にありますね。洞窟の中に不思議な何どういう言語なのかわからないけど、何か刻まれてるんですよ、石に。で、私は入った時にはもう即座に分かった。ルーンじゃ、これはルーン、これバイキングのルーンじゃ、これは何ここにあるのって。ひょっとしたらバイキングは北海道まで行けた。そしてそのすぐ近くにストーンサークルがあります。北海道ですよ。もうケルトのストーンサークル、ここにあるわけよ。ヴァイキングのルームはそこにあるわけよ。全然これも歴史には載ってないね。で、学者の説明では、多分これアイヌの祖先たちとか書いてあるんだけど、アイヌの祖先たちはルームを使ってましたか？うん、これはルームであるかどうか、言語学者は調べないといけないんですが、見た目で、うん、ルーム、そっくりね。だからルームはとても原始的なアルファベットみたいなものですが、今日のストーリーの中で展開するケンジントンストーンを解読するのにルーンだったんですよ。で、そのルーンを使って、わざとルーンを使って暗号化するために、ね、使ったのは実は修道院の修道士たちだったというストーリーにもなるわけよ。だから今日は宗教の話と結構政治的な話、冒険の話、いろんな話が混ざってくるんですが、主人公はテンプル騎士団ですね。で、ここでまずお断りしますね。テンプル騎士団はメイソンだから悪いやつらだという、ね、すごい狂った陰謀論は日本人の中に今すごい流行ってるんですよね。あのメイソンって言っただけでみんな、で、私はよく言うんですよ。私はメイソンではないんですね。で、まずね、メイソンのヒストリーを勉強しましたか？ん？フリーメイソンの歴史を、ね、どこまで勉強しましたかって、ね。アメリカを作ったのはフリーメイソンですよ。ご存知でしたか？ワシントンはフリーメイソンですよ。最初の大統領はフリーメイソンですよ。ワシントンは誰に教育されましたか？テンプル騎士団ですよ。スコットランドですよ、ね。だから彼らの理想主義的なアトランティスみたいなニュー文明を作ろうぜということ、その内容についてメイソンの悪口をする連中に私はちょっと座ってもらって説明してごらんと聞きたいんですよね。素晴らしい国を作ったんですよ、最初アメリカ。もう本当に自由、本当に人権を保つ、みんなが同等だという世界初
の共和国、世界初の誰でも自由に生きていく国として前例のない国だったアメリカ。じゃあすごいでしょ、誰が作ったの、天風騎士団の後となるメイソン、これは間違いありません。あのワシントン行きました、ワシントンという町の設計図を見ればもう完全たる聖なる幾何学ですよ。もう意図的に男性性、女性性ね、もう完璧な。これについてまたグラハム・ハンコックの本がありますから、友人のハンコックはもう徹底的にそれを調べたんですね。ワシントンほどあのすごいセンスの高い聖なる幾何学に基づいたシティプランニングはないんですよ。究極の街なんですよ、ワシントン。で、私はワシントン行った時に、実は2008年に銀行が潰れた日なんですよ。リーマンショックで。で、その日にあるアメリカの銀行は潰れてしまったんですよ。普通考えれば、銀行が潰れた日に、そのワシントン行けばみんな、もうこうなってるはずでしょ、全然。街の中心はすごい平常心って感じ、すごい何とも言えない雰囲気で、僕はその時にいやー大したもんだねこの街、なんかすごい結界っていうかな、何かねあるね、この街すごいパワー持ってるね、この街。だってアメリカのキャピタルなんですよね、ですこれ全部テンプル騎士団の脳みそから出てきた町なんで、よくできた。だからビクッともしないんですよ、銀行が潰れたぐらいで、ね、だから今世界のキャピタルだと思われるワシントンはね、どこからスタートしたの、人の名前でしょワシントン。でワシントンはどういう教育を受けたのか、アメリカには大学ないんですよ、新しい国だからアメリカ大学なんかまだないんですよ。だからアメリカを作った男たちはヨーロッパで教育されるわけでしょ。でヨーロッパ行けばね、2つの種類のエデュケーションがあるんですよ。一般人向けのエデュケーションですよね、教育ね。それからやっぱりテンプル騎士団が作った施設のいわゆるエデュケーションは全然レベルが違うんですよ。サイエンス、フィロソフィー、もう全然レベルが高いんですよ。だからやっぱりアメリカを作った男たちは彼らに可愛がられて教育を受けて、そしてすごいセンスの高い知識レベルの高いものでもって新しい共和国を作ろうぞという目的は、封建主義のヨーロッパ、宗教臭いヨーロッパ、上下関係のうるさいヨーロッパでは人間はうまくいかなくなってくるんですよ。時間の問題なんですよね。束縛されちゃうんですよ。封建主義はそういうシステムでしょ。日本のこと考えてごらん、昔。縦社会なんですよ。上下関係はめちゃくちゃうるさい。だから、この辺の人間はもうここには行けないんですよ。そうでしょ。生まれながらお前の位置はここだ。偉い人じゃないんだ、お前は。という世界なんですよ。封建主義ね。王様は上。一般庶民はここ、もうギャップはめちゃくちゃで、これに気づいた人たちはこれはちょっと待て、これはいかん、人間は自由、人間は神の子、人間は束縛されたらダメだって言ったら、ヨーロッパどこ行ってもダメダメ、ローマ法のコントロール、宗教コントロールね、教育コントロールでしょ。だから結構早い段階からテンプル騎士団たちである、なんと1128年に聖バーナードでクレルヴォーという、今トラピストという話みんなご存知でしょ、トラピスト修道院は北海道にありますよね。修道僧の種類なんですよ、トラピストね。修道生活をする修道僧たちの一番トップに出てくる人間は12世紀の聖ベルナードという人が、実はものすごく頭の切れる男で、その時に十字軍をもう一回中近東に送り込んで、
もう一回エルサレムを悪いイスラム教徒から取り戻そうじゃないかというリーダーだったんですよ。で、彼はその時にテンプル騎士団を任命したんです。これ大事な話ですね。テンプル騎士団を任命したのは聖ベルナード。で、彼は宗教家なんですよ。で、日本も昔もそうだったでしょ。仏教の、ね、影響力の強い人間と、うん、やっぱり武士たちとの関係性はこうでしょう。両方なんですよね、うん、それはなぜそうなるかよく考えてください、ね、よく考えてください。なぜ宗教のリーダーたちは、ね、いわゆるウォリアーと正反対じゃん。そうでしょ。仏教徒であってもキリスチャンであっても平和主義であるはずでしょ。でも現実問題としてね、自分の宗教を広めていくのに宗教だけではダメですよ。政治もいる、武器もいる、いろんな人がいないとね、開拓できないでしょ。ここだけの宗教の話だったらいいですよね。全然広めるつもりがなかったらそれはいらないでしょ。仏教は多分結構例外的なんですが、すごい平和主義的で、でもやっぱり日本の歴史を見れば仏教と武士たちの関係はないわけではない、ね、特に禅という、ね、禅仏教と武士たちの関係性はいかに深いかというふうに分かるんですよね。ですのでヨーロッパも一緒です。影響力があるのは、うん、やっぱりね、宗教はすごい影響力があって、その宗教の中にその、修道院生活を考え出す10世紀、11世紀、12世紀となるとですね、実は修道院の修道僧たちはすごい天才的な拡大する計画性があったんですよ。まず修道院を作る。で、修道僧たちは貧しき生活を したりするね、金儲けはするわけではないでしょ。けれども自分たち を食べさせてくれるようなシステムがないとやっていけないじゃん。じゃあどうすればいいのかって、できるだけ町から離れた場所の安い土地を買って、そこで修道院を作って畑をまず作るわけですね、自分たちのために。そして羊とか牛とかね、使っていくとチーズとかバターとかミルク も作れるじゃん。みんなの必要な毎日のものなんですよ。そうでしょ。だからすごい速いスピードで同じシステムでもって、はい修道院、はい土地、はいビジネス、全ヨーロッパ中にその修道院制度が流行っていく。そしてやっぱり貴族の人たちは、自分の息子娘は普通のクリスチャンだったらね、できるだけ修道院に入ってもらいたいんですよ。スピリチュアルになってほしいわけですよ、自分の子供、ね、だから多分親のドリームとして、うん、うちの子はあの修道院に入ってますということなんですよ。昔の日本人だったらお寺に入ってるということなんですよね。あの子は偉い、ずっと修行してるんだって、ね、で今度は彼らはね、かなり裕福になるんですよね、宗教家でありながら。そしたら当然政治関係ができてくる。でやっぱりエルサレムはイスラム教徒にも完全に支配されてるわけだから、クリスチャンにとっては、だってあの皆さん方の立場になるとですね、お伊勢さんは中国人にね、取られてしまったということを想像してごらん。中国政府はお伊勢さんをコントロールしてるんだよ。そして日本人は入れてくれないんですよ。いや、これは中国の領土です、この聖地は我々の神殿だよって言ったらもうキャーッなるじゃん。そうでしょ、取り戻したくなるでしょうね。それがエルサレムの歴史なんですよ。クリスチャンの町、はいイスラム教徒の町、はいクリスチャンの町、争い争い争い。だから十字軍何回も行くわけよ。で十字軍の中でテンプル騎団は一番強くて、一番武士の中ですごい。で彼らは武士でありながらすごくスピリチュアル性が高いんですよ、ね、それはどこから来てるかと今説明しました。トラピストの、ね、源となる人たち、
が彼らと組んで、ね、ものすごいハイレベルの計画をし始めるんですよ。でその計画の目的は新しいエルサレムを地上で作りますよということ。新しいエルサレム、中近東のエルサレムではなく、ね、聖なる国エルサレムを別のところで作ろうということ。じゃあどこ行けばいいの？ヨーロッパへ行けば全然ない、アメリカという場所があると聞いてんのって。もうどでっかい面積があるみたいよって。で人はあんまりいないから向こうで作ろうじゃないかと。それが最初のドリームなんですよ。だから目的はあるんですよ。テンプル騎士団はなぜアメリカに目をつけたのかというと、ご存知のようにかな、14世紀の、ね、前半に、テンプル騎士団はもうすでに、その時代になるともうすでにヨーロッパ一のお金の持ち主となる、一番経済学の専門知識を持っている人たちがいた、テンプル騎士団。なぜそうなったかというと、彼らは、巡礼者たちの用心棒なんですよ。最初はね、エルサレムへ行く、ね、クリスチャンの巡礼者はいっぱい行くんですよね。いつ攻撃されてもおかしくないから、彼らは用心棒なんですよ。で次第に彼らは、巡礼者たちはお金を持って巡礼するといつ攻撃されるのかわからないわけだ。そうでしょ？全部取られてしまうでしょ？だってエルサレムまで巡礼するのに何ヶ月かかるか、食べていかなければならないんですよ。宿費もいるわけですよ。で全部自分のベルトにつけて行こうぜと思ったら一発ですよ。そしたらテンプル騎士団が出てきて、あのね、あなたのお金をちょっと預けましょうって、ね、預けましょうって、安全です、預けるもんかお前に、預けてみましょうかって言ったらね、その代わりに私の言葉は絶対誠実さがあるから、ここにあなたからあの何本もらったかを記述しますよって言って、承認記述しますね。はい、あ、10万円ですか、はい、10万円は A さんからね、お預けしましたとね。これは最初の小切手なんですよ。最初の小切手はテンプル騎士なんですよ。最初のクレジットカード制度はテンプル騎士なんですよ。13世紀ですよ。どれだけ先行ってるか分かるでしょ。そして A さんはエルサレムへまでに、じゃあお金がないんだよ、宿費どうするの。宿を経営したのはテンプル騎士なんだよ。レストランの経営したのはテンプル騎士なんだよね。だから各場所で買い取るんですよ。今日は9000円、はい、でそれ全部管理するので、みんなから集めてくるお金を自分たちの砦でちゃんと入れとくから、ガーディアンだから、砦の中にゴールド、ものすごいお金が入ってる、最初の銀行でしょ。で考えてみたら、これは全ヨーロッパ中にテンプル騎士団をやってるわけだから、たちまち一番の経済、ね、力がある人たちとなると、今度は王様たちはお金がないときに、すいませんけど貸してもらえませんかということになると、どれだけ影響力があるか想像できるでしょ。たったの100年、200年でしょ、パパパパ、それだけ頭がいいんですよ。ですので実はフィリペ王というフランスの王はものすごい借りて借りて返済できなくて、どうしたらいいのかと考えるんですよね。じゃあこいつらを、ね、あの悪者にして、悪者にして、そして逮捕してもらえばもうローン返済しなくても済むという事件は実際にあったんですよ。でこれは金曜日13日の悪い評判がそこから来てるんですよね。テンプル騎士団は集団的に逮捕されてて、ね、火破りされてて、もう全滅されたという伝説じゃない、ヒストリーがありますから、まあ、テンプル騎士団はそういうものなんですよ。だから14世紀の初期に彼らはもう完璧に地上から消えたというふうに大体歴史書は書いてあります。なぜならばフィリップ王とローマ法が、
ね、力を合わせれば彼らにローン返済しなくても済むような陰謀を考えて、みんな追い出して殺して火炙りにさせて、あ、テンプリした、終わり、我々は彼らの作った銀行とかシステムをもらいましょうという、そういうヒストリーなんですよ。だから毎日使ってるクレジットカードは後でね、あ、テンプリ手段に感謝。日本人は小切手は使ってないけれども、西洋は小切手なんですよ。トラベラーチェックね、全部テンプリ手段からしてるのよ。すごいと思いません？だからメイソンが悪いどの子のやめてよ。あんたの世界を作ったんですよ、この人たち。現代社会を作った人たちなんですよ。感謝しなくちゃ。だから、あの、メイソンの悪口をする人たちは、クレジットカード使わんといて、あんた、悪口するんだったら。あ、こういった銀行使わんといて、宿を使わんといて、この失意度をやめてっていう話になるでしょ。それだけすごい人たちなんですよ。もちろん、どの組織であっても、ね、いい人も悪い人、いろいろ混雑してることは当たり前じゃん。だから白黒の世界はありません。日本人はそれは一番よくわかるはずの話ですよね。じゃあアメリカを作ったテンプル騎士団ですが、今度は1362年になります。考えてください。14世紀、まだコロンバスは100年先、120年先の話なんですよ。その時に、テンプル騎士団はアメリカへ行った痕跡がありますかっていう話。伝説とか人の話だけではもうダメ。痕跡がありますか、格好たるエビデンスはありますか。いや、あります。徹底的なエビデンスはあります。で、その徹底的なエビデンスがあることに対しては、今アメリカ、ヨーロッパの学者たちは頭からもスモークが出るほど争っている最中なんですよ。これは絶対ありえないとかいう学者たちに対して、地質学者の、ね、研究はもう間違いない、もう顕微鏡でそのエビデンスを見てるんですよ。で、間違いなくこれは14世紀のものです。で、このルーンはもうこれは14世紀のものですと。言語学者はそんなはずはないとか言って、ここにはエビデンスがある。そのエビデンスというエビデンスはケンシントンストーン、石、このぐらいの石、ケンシントンストーン、ケンシンというミネソータ州の町で発見された石、ご存知ですか、ご存知ですか、今まで聞いたんですかね、ケンシントンストーン聞いてません？そうそうそう、そう、他の、あの、半熟にも一応話したことがあるんですが、19世紀のやっぱり面白いスウェーデンの移民した男性が畑を耕していって、大きな木を倒さなければいけないと思って、その木の根っこの中に、これはポイントなんですよ、根っこの中にもう完璧に固定化されたかのような、このぐらいの石があった。まずそれを想像してください。で、え、なんか刻んであるみたいね、っていう話になって、で、近所の皆さんはもう見に来たぐらいのものなんですよ。だって木の根っこの中に、石の表面に何か刻んであるということは、これはどういうことでしょ、ね、ですぐ争いが始まった時に、いや、あの移民者が入れたんだって言うんですよ。でも先ほど言ったでしょ、根っこがもう完璧にその石を覆ってるかのように、そしたらもうその根っこを取り出していくのにかなりの作業で、やっぱり痕跡が残るんですよね。根っこが多分それ以前数十年前からできたでしょ。その石はもともとあるわけだから、だから木の種があって、ね、でその種が成長していく中で、根っこが自然的にその岩の周りに行くじゃないですか。そうすることによってすごい痕跡が残るんですよ。顕微鏡で見たら、いや、これは最初から、これは根っこがもうずっと最初からその石と合体したという意味は、そのおっちゃんが入れたわけないでしょ。
なのにもかかわらず、それこそ伝説がずっと学者の世界で続いてるんです。フェイク、ケンジントン・ストレスはフェイクって言ったら、なんでフェイクですか、先生。だってあの人はでも勝手に自分で刻んで、自分で入れたに決まってるじゃん。じゃあその人はそれをする目的は何だった、お金とか名誉だったから、それで黙ってしまうんですよね。なぜならば彼の人生はもう一方的に悪くなったんですよ、あれから。あれを発見したおかげで悪口されるわ、詐欺師と言われるわ、もう金儲け主義だと言われる、すごい正直者で、スウェーデンの移民者がそういうふうに言われたらもう最悪。何も楽しい話、儲かる話じゃないんだ。だからその説明はぶっ飛びすぎ。目的がね、お金だとすればもうなってない。名誉反対、悪口ね。じゃあ発見されたものは次第に、当時の学者たちはそこに記述されてのルーン、ある種のルーンだということで、当時の世界トップのルーンの学者は、でもこのルーンは知らないよって言ったら、ね、知らない理由があるのは実は暗号化されたルーンだったんですよ。で、暗号化されたルーンはテンプル騎士団もトラピストも情報交換をするためにですよ、自分たちの組織を拡大していくので、ね、アウトサイダーは入れないように暗号化ソフトみたいな、今の時代の暗号化ソフトみたいにルーンをちょっと変形させて、もともとあったヨーロッパにあったルーンを変形させて、お互いにコミュニケーションできるように、すなわちテンプル騎士団の暗号だったんですよ。だから当時の学者は分かるはずのない、いや、こういうルームはないですよ。もちろんない。彼は追加したんだから。という話で、その意味が、でもその意味が解読できたんですよ。大体ルームが分かったら、大体分かったんですよ、その内容はね。すごかった。そこに記述されたのは、我々はここにといったらミネソータですよ。アメリカの中部に近いんですよ。でも川があるので、ね、大西洋から入っていけるんですよ、これ。あとで地図見てください。ケンジントンはどこにあるかね。ミネソータ州ね。で、そこに書いてあるのはね、驚くべき内容で、我々はここに1362年に来ました。はっきり書いてある。ね、そして私たちは何人と一緒に来たんだけれども、キャンプを出れば残った人たちは全員殺された。血まみれで9人の遺体を見つけた。多分地元のインディアンに殺されるでしょうというようなストーリーが出てくるんですよ。すごい悲劇的なこと、ね、で、その石になぜ刻んで残すかというと、彼らはアメリカを開拓する目的で行ったんですよ。その国は新しいエルサレムまたはニューアトランティスになるので、まずちゃんと儀式的に私たちはここに来たんだと。この時にで、この石に刻んでいくわけだから、でも英語とかフランス語だけではなくて、ちゃんと彼らしかわからないポイントなんですよ。あと誰でも分かるように考えてないんですよ。我々テンプル騎士団はここに来て、この場所にたどり着いた時にこういうことがあったんだと記述してね。そしてその場所へまでにどういうナビゲーションシステムを使ったかは天才的だと後となって分かったんですよ。途中での意思にちゃんと刻む情報だ、あと来る人たちはその情報さえあれば、あの山のこの辺にまた、この部屋この辺に、こういう石があって、穴を開けていく石をね残していくので、それがルートになるわけですよ。あと来る人たちのためのルートガイドだったんですよ。いいですか、そこまで考えてるんですよ彼らは。だって多分十数人で行ったんですよ、1362年。多分そのメンバーの一人は宗教家でしょうね。そのルーンはちゃんと分かるね、 100% 分かる人。そしてバイキングは入ってるでしょうね、同じボートに。バイキングは入ってるということは、バイキングはルートを分かるから。
で、先ほど言いましたように、スカンディネービア、ね、ルーンの関係、宗教家の関係、テンプル騎士団、もうみんな関係性を持って、総合的によく考えて、目的でもって、ニューアトランティスを作るんだから、最初のグループを派遣しようぜという記述されてるのは1360人で間違いありません。で、ケンジントンストーンを後日となって徹底的に調べた地質学者は今登場してるんで、よくヒストリーチャンネルに出てるんで、で結構バッシングされてるんです。すごいエビデンス出してるんですよ。間違いなくこの石はこのぐらい古い、間違いなく木の根っこはこのぐらいのヒストリーがあって、間違いなくこのルーンはね。で、学者たちみんなノー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 。で、そのノーの背後にある論理的な話はありません。ただ、よく学者たちが好きな言葉、いや、それはありえません。それはありえません。それを受け入れません。受け入れません。それだけの話ですよ。人のエゴの話なんですよ。いいですか？じゃあ、1362年、ずっと残ってないんですよ、この人たちは。スカウトなんですよ。最初のスカウト。戻るんです。ね。で、もうあの時代はね、すぐにはね、探検隊を組んでお金を出して、はい、次行こうぜという話ではありません。残念ながら。すごく時間がかかるんですよ、昔は。だから、次の情報が出るのは1398年なんですよ。なんと、これは36年後なんですよ。だから多分、テンプル騎士団は国に戻って、いろいろ計画的に、じゃあどういうふうにこの国を開拓していくのは、結局、あの石は不動産取引みたいなもんでした。地元のインディアンとちゃんと話をしたんですって、彼らは。ね。で、多分何かを交換して、この土地をいただきましたという、ここにサインしてくださいという契約でもあったんですよ、あの石はね。すぐ帰っていくと思ったかもしれない。で、すごい時間がかかって、その間に木ができて、もうこれを覆われていってですね。でも、間違いなく行ったということが分かった。いいですね、ここまでの流れね。すごいストーリーが長くなるから、あと20分、30分で説明しなくちゃということなんですが、今度はスコットランドの登場。で、スコットランド人はね、先ほど言いましたように、テンプル騎士団は追放されたんですよ。ローマ法とフィリップ王の指令で。ね。ヨーロッパの中にお前たちみたいなものは、ね、いられません。だから、殺すか追放するか。ね。で、まあ、殺すでしょうね、大体。でも、やっぱり頭がいいから、情報のネットワーク持ってるから、逮捕されることを察知して、ね、じゃあヨーロッパもう出ざるを得ない。じゃあどこ行くか、お前たち。2つの国だけが、ヨーロッパの中で2つの国だけがローマ法の言うことを聞かない。ローマ法の法律は無視する国は2つあります。どこと、どこですか？当てずっぽりですか？え？当てずっぽりですか？オランダ？でも、スコットランドとポルトガル。で、やっぱり後日となって、スコットランド、ポルトガルはテンプル騎士団の中心地になるんですね。だから、これも歴史書では論じられてるわけですが、ほぼ間違いなく、ね、もうやられた、俺たちはもうダメ、ヨーロッパはもう出ないとダメ。ということで、どこ行くか、お前たち。ポルトガルかスコットランド。行けば大丈夫。逮捕されない。フリー。だから、ラ・ロシェルというフランスの港から13ぐらいの船でもって、テンプル騎士団はスコットランドに行った。で、ちょうどその時に、スコットランドのイングランドからの独立戦争が起きている最中だった。すごいタイミング。これはブレイブハートの、映画の世界なんですよ。ね。で、歴史書で読んだら、もう徹底的にイギリス軍のもう量はもう全然10倍ぐらいいたんで、もう全滅ですよ、スコットランド軍。貧しくて少なくて、もう絶対負けちゃうね。しかし、争いの最中に不思議な人たちが現れて、ね、勝利を得た。
その不思議な人たち、強い不思議な人たちは誰であったのか、歴史でもつまらない説明があるの。なんか地元の人たちは、農業の道具で持って戦いに出てきた。アホか、お前。そんな、勝てるもんか、イギリス軍に。とんでもない武士たちが現れたという話なんです。テンプル師団だった。だすごいタイミングで、もうスコットランド人はもう大ヒーローになっちゃうんですよ。お前たちのおかげで 勝ちました、スコットランド自由になりました、ありがとうございますということで、どれだけお世話になるかという気持ちなんですよ。で、実は私の、生まれた町はアバディンって言って、ね、ロバート・ザ・ブルース、ブレイブハートの映画見てください、宿題ね。で、そのブレイブハートの次の王となるのは、ね、ロバート・ザ・ブルース、ロバート・ブルース王。彼はテンプル騎士団だったんですよ。最初のテンプル騎士団の一人だったんですよ。テンプル騎士団と組んでやったから。ね、だから、今度はテンプル騎士団は勝利を、ね、得るわけだから、彼らに土地をあげるんですよ。あ、お前さんにこのぐらいの土地あげるわ。はい。アバディンはお前にはあげるわ。と。ね。で、だから私の町が作ったのはテンプル騎士団だということを分かったときに、僕は、自分の町はテンプル騎士団の町で、自分の学校は何世紀、僕の学校は13世紀の学校ですよ。創立、僕の学校です。13世紀ですよ。よく言うけど。750年前ですよ。アバディングラマスクね。そしたら、あ、今となって、あ、転覆師団に感謝ね。すごいエデュケーションシステムのレベルの高いシステムを作ってくれたのは転覆師団ですね。封建主義のエデュケーションでは僕は学校行けてないでしょ。だから彼らは当時をしなければ、僕は生まれながらお百姓さんの息子だとすれば、もう永遠にお百姓さんの息子ですよ。だから彼らに感謝。ね。そしたら、テンプル騎士団のファミリーはその時代からもう登場し始めて、そのファミリーの一つはシンクレア、家族の名前はね、シンクレア。先ほど2人だけに話をしたロズリン聖杯堂、ダヴィンチコードの最後に出てくる教会、その作った人の名前はウィリアム・セントクレア、ね、15世紀ですよ。テンプル師団の究極の神殿ですよ、ロズリン聖杯堂。ソロモンのエルサレムの神殿の一部のコピーですよ、ロズリン聖杯堂。ものすごい場所なんですよ、これは。で、その中に入ると、私は何回も言ってるけど、本当に不思議な教会と、こんな教会あるか？もう石像だらけ、わけのわからない。ね、逆さまになってロープに縛られてる男、何これって、教会の中にもうたくさんの、バストヘッドですよね、もう至る所に、その石像が壁からもう出張ってきてる。だいたい首が多いなんですよね。で、何回も僕は行っていろいろリサーチしたね。これ首、人の首、何、人の首、教会の中で首だけですよ。いろんな顔を持ってる首があるわけで。そしたらね、やっぱりそのロスリン聖杯堂の地下にすごい宝物が保管されてる中で、聖悪のアークなのか、聖ヨハネの首なのか、ね、聖杯なのかっていうカテゴリー化されてるわけですが、首と言ったら保存されてるんだってね。キリストの首だという説もあるんですが、The Head of Christ。でもね、キリストはアセンションしたから、その首残して、首取れるわけないでしょうが。ね、でも聖ヨハネは、洗礼の聖ヨハネは歴史にちゃんと書いてある。ヘロデ王の司令で、ピシッ。で、彼はキリストぐらいの人だったんですよ、当時。弟子いっぱいなんですよ。だからもう大物なんですよ、聖ヨハネは。実は聖ヨハネはテンプル騎士団に強い関係があるということは後となって分かったんですね。キリストよりもテンプル騎士団は多分聖ヨハネを一番だと思ってた。だから聖ヨハネの首を持つということはね、現代人に置き換えればですね、どういう例え話で分かるのかな。自分たちの一番崇めてる人の、歴史的に何千年前の人の保存された首を持ってるっていうことは、あんた、これはね、
想像つかないほどのバリューはあるものなんですよ。だから僕は、多分この僕の足の下にあるのはね、聖ヨハネの首だろうなと直感で思ったこと、製薬のアークはエチオピアにあることはほぼ間違いない。だからあんなでかいものはもうあるわけない。運ぶのも大変、首は運べるじゃん、これだけも、ね、全然問題ないですよ。それか聖杯なのか、聖杯の可能性はないわけではないんですが、首でしょ、ね、だからその首を祀るためにですよ、その首を祀るためにすごい神殿を作るじゃん。で神殿を作るのであれば、もうね、エルサレム行ったテンプル寺院は世界一の神殿があったのはソロモンの神殿でしょ。じゃあそれをコピーして聖なる幾何学的なプランニングをして同じものをコピーしておく。そしてその中に暗号化された石像とかインフォメーションを入れとくと。で見る目のある人たちしか分かってないね。で今普通の日曜日のミサがあるんですよ、その教会で。行ったことあるんですよ。で地元クリスチャンは全然不思議と思ってないの。いや普通の教会でしょ。まあ有名になってるけどさ、普通の教会じゃないの。ケルトのモチーフもあれば、ね、グリーンマンというものもあればね。でもその中で一番不思議なものは何だと言ったら、15世紀まだ コロンバスはアメリカ行ってないのにもかかわらずヨーロッパに存在しえない、ね、トウモロコシの石像とアロエの石像はそこにあるわけよ、ね、誰も気づいてないんですよね。お前それが分かったのはコロンバスはアメリカ行った後の何十年後の話ですよ。トウモロコシがありますよっていうことね。そしてアロエがありますよで誰一人もそんな発想はないんですよ、ヨーロッパで当時。だからね、見る目のある人たちは分かるやろうっていう世界なんですよ。そうか。それを作った40年をかけてですね、かけてですよ、職人さん大勢集めるから町ができるぐらい、ロスリンという町ができるんですよ。そこで40年間すごいものを作っておく。普通そんな時間かけますか？人の一生なんだよ。なんでそんだけ時間とお金をかけるの？ウィリアム・セインクレア大金持ちなんですよ。それはね、すごいものを保管したいから。で我々みんな知ってる、何のためにこれを作ってるのかって言ったら、彼の首がこの下にあるの。でその首をガードするのに24人分の騎士の遺体があると言われてるわけですが、エビデンスはまだ出てない。なぜならばあの床を開けようと思ったらテンプル師団の場所の作り方のすごいセンスの高いテクノロジーの中でブービートラップという言葉あるでしょ、英語だね。触っただけで全部崩れてしまう。だからここね、この下を見ようと思ったら、この石を開けようと思ったら全部崩れてしまうぐらいの危険性が伴うと言われるから開けられません。で今まで小さな穴を開けてカメラを入れたあるんですよ、今までね。でも何にも、もう埃だらけで何にも分かってないじゃん。で多分その下に実際に鎧を着たまんま24人は餓死して死んだ。なんでそんなことするのお前。とんでもないトレジャーをガードするんだから、そのとんでもないトレジャーは物とかゴールドとかシルバーじゃなくて我々のリーダーであったスピリチュアルリーダーですよ。我々のスピリチュアルリーダーの首はここにあるんだと。それはわかる。そのぐらいのものでなければやりませんね。僕は騎士団に入ったときそんなしません、しません、ね、だからウィリアム・セイント・クレアのおじいちゃん、お父ちゃんのお父ちゃんの名前はヘンリー、ヘンリー・シンクレア、プリンス・ヘンリー・シンクレア。彼はオークニー島の、大名みたいなもんですよ。で当時のオークニーというところは半分ノルウェーの領土、いやほぼ完璧ノルウェーの領土、ね、スコットランドじゃないんですよ当時。スコットランドの北部の島々、
オークニー諸島、シェットランド諸島があって、オークニーは未だにバイキングの影響はケルトの影響よりも強い。行ったことがある。日本人連れたことも何回もあるね。だからノルウェーの領土なんですよ。で、スコットランドの騎士団の、いや、テンプル騎士団だと思われるヘンリー・シンクレアはオークニーの親分、大名になって、ノルウェー王の許可をもらって、資金ももらって、その島々を完全に経営するような立場になった人がすごい冒険野郎であって、イタリア人のナビゲーター、ゼノというマップを見て、彼らの作った地図を見て、アメリカの生き方は分かった。そしてイタリア人ね、ベニシェの、スーパーナビゲーションができるコンパスね、羅針盤ができたんですよ、イタリア人のおかげでね。我々のコンパスとこの地図で行けるよって言って、一緒に船に乗って、1398年にプリンス・ヘンリー・シンクレアは、多分十数隻っていうんですか、船の数で、どこにたどり着いた、多分同じルートでしょう。アイスランド、グリーンランド。そして南へ行くと、どこにたどり着くと、ニューファウンドランド。その次は、なんと、ノーバスコーシャしてるでしょ。ノーバスコーシャ。ピンとこない。日本人は地理がもう全然教えられてないじゃん。これ恥だよ。ほら、学校で地理、その時間はほとんどないでしょ、地理。ね。カナダ。アメリカね、カナダ、アメリカね。で、カナダの東海岸にね、ほら、みんな知ってる、カナダの話だったら、あの赤毛のアンでしょ。赤毛のアンの国の隣の国の島は、ノーバスコーシャっていう、どでっかい、どでっかい島が。島って言ったら半島ですかね、ノーバスコーシャは。島じゃないのね。ニューファウンドランドとノーバスコーシャ、後で見てください。見てね、地理ね。ノーバスコーシャの意味は、新しいスコットランドだよ。だからもう、名前からヒント、ヒント。で、普通の歴史書を見れば、まあ、大量の移民者はスコットランドから来たって言ったら、なんで大量の移民が、元は誰？プリンス・ヘンリー・シンクレア。間違いない。で、なぜ間違いないと言えるか。まず、その30年前に彼に関わりのある、ね、兄弟のテンプル騎士団は行ったことがあるから、ルートが分かる、教えるね。そしてその情報プラスイタリア人のナビゲーションのセンス で実はゼノという家族は歴史的に有名なんですが、彼らはもう全世界を開拓した有名なヴェネチアのファミリーで、そのゼノのファミリーのメンバーは彼と一緒に行ったことを全部記述したんですよ。それが一つのエビデンスなんですよね。で、これは今の歴史家はフェイク、あれは後となってフェイク、フェイクと、よくフェイクの話ね、言うのは簡単だけど、証明出してフェイクの証明。ちゃんと記録されてる。どこから何日にどこ行ったのか、どこにたどり着いたのか、風景はどういうふうになったのか、全部記述されてるんですよ。で、それだけじゃなくて、先ほど申しましたように、当時、地元のアメリカ人がいるんですよね。インディアンたちがいるじゃん。で、インディアンたちの伝説の中でもうしっかり、ミックマックインディアンね、ノバスコーシャのインディアンは、しっかり記述。オーラルヒストリーは後でとなって記述されているのは、白人は来ました、ね、他の男たちと来ました、すごい平和主義だった、私たちと話をした、バイキングとえらいちゃうわバイキングはテンプル騎士団は話、はい、話しましょうね、私たちはこの国で一応生活することを考えてますから、いかがですか、何か協力できますかと。で、私たちは情報をシェアしますから、いかがですかって言ったら、大喜びですよ、相手。だって、フィッシングの、ね、奇跡的な新しいネットを使って大量の魚をゲットできるなんか、頭にもどこにもないんですよ、インディアンは。いや、それ一本ずつ釣るでしょっていう世界は、一気に50匹ですよ。先ほど申しましたように、大感謝ね。やろうじゃないか、お前。もういい友達になろうじゃないか。そういう世界なんですよ。だから、テンプル騎士団は頭いい。
ちょっと日本人みたいなところあるね、協力しよう、克服してみんなぶっ殺して自分の国にするなんてどっくりもないんですよ、頭に。それはバイキングなんだよ。バイキング悪いけど、ちょっと。そのやり方はもう長続きしません。だから、ミクマクインディアンの伝説だけじゃなくて、彼らの旗、ほぼプリンス・ヘンリーの旗とパーフェクトレプリカなんですよ。で彼らは2年残った。2年残っていて。ものすごいノーバスコーシャを探検しまくって、一番高い山はどこにありますか、その山から何が見えますか、場所の名前をつけていくんですよ。で実はノーバスコーシャニューファウンダーのちっちゃな村集落の名前を見るとですね、全部スコットランドの村集落の名前だらけなんですよ、ね、それは後日となって移民者のことじゃなくて、最初からスコットランドの場所名をつけたのはスコットランド人であるプリンス・ヘンリー・センクレアなんですよ。これはやっぱり彼を称えるためにも私はこれを言ってるんですよね。彼のおかげですよ、アメリカが開拓されたのは、ね、そしたら、実は他の、じゃあ他のエビデンスはありますか。ゼノの手紙があってね、イタリア語で、そしてインディアンの話があって、もう一つは実はその辺にテンプル騎士団 の剣と思われる、ね、ものが、石像、石の中にちゃんと掘ってある、そのエリアにはあるだけではなくて、実はロードアイランド、もうちょっとね、ノーバスコーシャから南行くと、今大金持ちが大好きなロードアイランドというちっちゃな、ね、ニューヨークはこの辺にあるね、ロードアイランド、マサチューセッツ、コネクティカット、そのエリア、ボストンね、ロードアイランドはもうものすごい大金持ちのアイランドで、そのアイランドを一番最初に開拓したのはプリンス、ヘンリー・シンクレアで、何か残しましたか、彼は。残した。八角形の、八角形のすごい不思議な古い建物があります。ニューポート、そのロードアイランドの首都であるニューポートタワーというんですよ。塔なんですよ。八掛け、アーチ、やつね。すごいよくできて、すごい古いものなんですよ。だからいつ誰によって作られたのか、これ。で、これ全部解明されたんですね。で、実はそのニューポートにあるものとミネソータまでのね、すなわち一番最初にいたテンプル騎士団が残った石の痕跡を残したものと、ここにある丸いタワーのようなエルサレムにしか見かけられないような丸いタワーを作りますか、ヨーロッパ人。絶対これは中近東から来てるんだよ。エルサレムの典型的なラウンドタワーとの位置関係もすごいということを後となって分かった。だ全部つながってくるんですよね。そのストーリーは全部つながってくる。で、そのタワーはニューポートタワーと言って、ね、天文台だ。やっぱりね、テンプル騎士団はすごい天文学の知識があったのは天文台で、で、今の先端の研究者の意見では、じゃあどこの星を特に彼らは、眺めていたかというと金星ですね。で、金星という星の動きはすごく古代から大切にされていましてですね、あの星はいろんな深い意味のある星の中で、例えば愛のね、愛を象徴する女神、ヴィーナスでしょ、ヴィーナス神でしょ、これはポイントなんですよ。で、そのタワーの中に入るとですね、その丸いタワーの中に入ると、そのいわゆる壁に穴が開いてるところがあって、でちゃんとこれは何月何日から、ね、金星をトラッキングすることができるんですよ。だからもう天文台なわけよ。14世紀の天文台だよ、これね、すごいと思わない？金星を徹底的に意識的にトラッキングする意味はどこにありましょうか。これすごい知識だね、テンプル騎士団。だからテンプル騎士団は現代に置き換えれば誰ですか？ NASA のトップの人たちとか、エンジニアとか、宇宙飛行士とか、探検家とかね、思想家とか、
世界の、問題を解決しようとしてる人たちなんですよ。そういう人、いや悪いメイソンは陰謀論で世界をコントロールしてるの、アホかお前、勉強不足、最善を尽くしてこのいい世の中を作ろうと思っているテンプル騎士団は源だから。ヴィーナスはもう一つの意味があるね。ワシントン行けばわかる。ワシントン行きました。でワシントン行くとですね、完全に聖なる幾何学のシティプランニングだということがわかるのは、カピタルビルディングって言ったらもう丸くて、ここ白いビルディング見たことあるでしょ。カピタルビルディングって言ったら白くて、ホワイトハウスじゃないんですよ、カピタルって言って、ね、なんかすごい女性的って感じ。ここにある、もう行きました。でそこからずっとこれ1キロぐらいかな、ビシェー、こうなるとここに何があるかというとオベリスコでしょ。ワシントンモニュメントというとオベリスコですよ。エジプトのものここにあるわけよ。で現代人は頭が緩くてね、なんで古代エジプトのものを、象徴的なものはワシントンにあるんだろうかにとか思って、テンプル騎士団が残したからよって言って、彼らは計画したんだよ、この街を徹底的に最初から最後までね全部考えたのはワシントンファウンディングファーザーズ、テンプル騎士団だよって言って、アメリカですよ、そこからスタートしてるんですよ。そしたらね、これは男性性を象徴してるでしょ、このモニュメントで、これは丸いわけよ、女性性を、女神を象徴してるわけであって、で実はですね、上から見れば毎日風が、太陽が当たった角度によって、ここから地面にね、想像できるでしょ、影が出てくるわけですよね。でその影がすっぽりこの丸いものの中に入っていくかのように、壇上のことを象徴してるじゃん、クリエーションですよ、すごいと思わない？そこまで徹底的にプランニングしてるんですよ、誰も気づかないように、ね、上から見ればわかるけどさ、普通地面歩いてる人って、ああなんかオペですか、丸い、ああってくるくるパ、あレベルが違うんですよ、いいですか。だからおそらく間違いなくテンプル騎士団が作ったアメリカの一番象徴性の高いものはこういうものだけではなく、アメリカに、ニューヨークに入港するときに一番最初に目に入るのは何ですか？銃の女神じゃん。銃は女神なんですよ。すなわち女神信仰だったということが分かるんですよ。テンプル騎士団はね、なぜあのローマ法にすごく嫌われたか、いくつかの理由、金があって権力があってだけじゃなくて、彼らはキリストを崇めるよりもマリア様信仰なんですね。でもマリア様信仰の背後にものすごい超古代につながっていくまでの、ね、女神信仰システムは地上にはずっと残ってるわけじゃん。つまり女神信仰の方がずっと根拠があって、古くて一番間違いのない信仰システムではありますからね。中世紀のヨーロッパでそんなこと言ったってさ、まあだから聖母マリア信仰に少しずつトラピストから始まった、聖バナードから始まって、人が気づかないように、我々は実は信仰の対象はマリア様、いやゴデスだよということ、これがバレたら大変なことになっちゃうじゃん、そうでしょ、キリストがオルマイティでしょ、違う、実はマリア様、まあこれは許される、 お母さんだから許される範囲のカモフラージュなんですよ、これは。だから聖マリア、キリスト、聖マリア、実は聖マリアなんですよ。それがテンプル騎士団のすごいある意味でのシークレットのヒストリーなんですよ。でそれが全部バレバレなんですよ、見る目がある人たち、ね、銃の女神、はいワシントンのシティプランニング、はいヴィーナスを信仰してるんですよ彼らは。ヴィーナスは星として女神を象徴してるわけだから、今のヴィーナス、多分彼らは
金星と地球との深い関係が分かったでしょうね。金星は不思議な星、すごいに地球との、深い関わりがあると言いましょうか、ね、お隣さんだもの。そうでしょ、お隣さんは女神ですよという信仰はすごい。でご存知のようにちょうど昨日かな、あの金星は不思議な星なんですよね。一年の半分は朝の星なんですよね。モーニングスターって言うんですよ、英語で。朝方に見るんですよ、金星。でも地球と金星の位置関係に基づいて、一年の半分は今度はイーブニングスターになるんですよ。だから夜一番出てくる星は金星だと、一番輝きの強い金星、あ、イーブニングスター。モーニングスター、なんでイーブニングスターになる？位置関係なんですね。だからこれものすごい複雑なんですよ。で実はその星の動きと地球に対する動き方を見ればペンタグラムになるんですよね。そのペンタグラムはね、五芒星ね、これも大切にされてるわけですね、テンプル時代でね。ものすごい彼らは優れていました。お分かりいただいたでしょうね。だから現代の NASA のトップの人たちになってる。実はテンプルシナは結構 NASA に入ってる、頭を受けれる人たちなんですよ。今は火星行こうとか、もう地球はもう滅びる、もう行くっていう、もう計画最中なんですよ。これは全部なんとほぼ千年間のヒストリーの中に登場するテンプル騎士団の究極のミッションは、ね、ミッションは何だっていうと、やっぱり人間はもう完璧にあのスピリチュアル性の高い宗教化されていない、ね、理想的な社会ができるじゃないかという根本の考え方をアメリカを作った理由なんですよ。で本当はアメリカの最初の100年を見たらもうその通りなんですよ。誰だってアメリカ行けば成功できるじゃん。そうでしょ、上下関係関係ない、みんな同等、頑張ればお前大統領になれる国なんですよね。あんた頑張れば日本の総理大臣になれますか？まあなれないわけないけどさ、結構ねコネクションがないと難しいな。アメリカはできるね。そういうアメリカは褒められるね。今のアメリカは褒められません。ちょっと変わってきた、土地で何かウイルスが入ったかのように。だからメイソンが悪いどのものじゃないんですよ。人間だもの、人間だもの、そうなってくるんですが、テンプル騎士団はあの本当に私は褒めるべき存在だと思いますから、キリストとテンプル騎士団という本を書きましたので、ぜひお読みになっていただければと、宿題として、一回読んでみてください。でそこで古代エジプトの関係は出てきますね。本当の彼らの源はイクナトン、ファロー、ファラオ、イクナトンですよ。異星人だと言われる、ね、イクナトンからスタートする信仰ですね。ずっとたどり着くのはテンプル騎士団。はい、エルサレム、はい、ヨーロッパ、はい、アメリカ。で次は火星ですね。はい、じゃあ終わらせていただきます。ありがとうございました。今日の話じっくり聞いていただいてありがとうございます。はい、今日の撮影はどうだっただろうに。